長引くコロナ禍の収束を神様にお願いしたいと思う人も多いかもしれません。文京区の湯島天神で毎年恒例の神事が行われ、多くの人が参拝に訪れました。この鳥が福を、こちらですね、呼び込んでくれるようです。湯島天神には今日、ある鳥を求めて多くの人が訪れています。湯島天神で行われた嘘替え神事は、鳥の嘘と偽りの嘘を掛け合わせ、今まで悪かったことを嘘にして今年の幸運を招くというものです。参拝客は前の年に求めた嘘のお守りを納め、新しいお守りを求めるのが習わしです。今年訪れた人の願いはやはり、今日嘘の変えて新しいの買いに来ました。今のこういうコロナ禍の状況とかいいことになればいいかなと思います。やはりこのコロナですかね、収まってほしいと思いますね。一日も早く収束をしていただいて、一日も早い平穏なですね日々が訪れていただいて、皆様方に幸運をもたらしていただければというふうに思っております。湯島天神によりますと、今年は新型コロナ対策のため授与を行う場所を去年の2倍以上に拡大して対応しています。木彫りの嘘は1万体ほど用意されていますが、なくなり次第終了となります。